はい、どうもカパン長です。じゃあね、最後はね、これもね、取り上げようかどうしようか迷ったんですけども、大手メディア媒体以外の、まあ主に外信かな、まあそもそも取っかかりがこれ、BBC とかがなんかすっぱ抜こうとして、でも日本のマスコミはそれにこの続かなかった、でそれも含めてなんでだみたいな、日本の芸能界の、マスコミの闇みたいな、そういう感じでもこうつつかれてたと思うんですけど、これあのジャニーさんですよね、ジャニー北川さんと、このジャニーズの子たちのっていう例のあれですよね。まあ、結論から言わせてもらうと、ね、これは別にあの実際にこの被害に遭った人たちを、ね、まあ、泣き寝入りしろとか、そういう腐すつもりはないです。ですが、ね、もうだって芸能界が、ね、テレビや界隈が、もうだってそういう業界、そう判断せざるを得ないぐらい、ね、そういう界隈じゃないですか。だってそもそもが、だってここもいつも言ってる、この反日か反日じゃないかって言ったら、この界隈って反日業界でしょ、反日界隈じゃないですか。反日勢にね、ものの道理とかね、何が正しくて間違ってるとかさ、ね、事実はこうであるとね、で真相がとか、なんかそういうなんか話って通じましたっけ、あいつらには。通じないっすよね。だからまあね、やっていいこと悪いこととかさ、ね、例えばまあよく言うのがね、とある半島のあの国のやつらにね、ね、嘘つくのと、ね、嘘つきに嘘つくなっつって嘘つくのやまるのかっつったらやまんないじゃないですか。ね、泥棒に、なんで泥棒するんだ、泥棒するのやめろよっつって泥棒するのやまるの、やまんないじゃないですか。やまらないからとっ捕まえて、現行犯でとっ捕まえてぶち込んで吊るすんでしょ。だからそれで言ったらね、このテレビや界隈ね、結局芸能界の、まあ、なんだろう、芸能事務所の大手は大手でしょ、ジャニーズ事務所って。だからまあ変な話ね、仮にじゃあもうジャニーさんじゃなくてもいいんですけども、まあなんか事務所がね、間違ったことを言ってる、ね、間違ったことをやった、で被害者がいるね、なんでそんなことをするんだ、そんなことしちゃダメじゃないですか。でずっと聞かないままね、てか誰もそんなこと言えないまま、まあ暗黙の了解っていうか、なんかね、そのジャニーさんのそれについてはね、触れてはいけないっていう体でずっと今の今までこう来てたわけでしょね。だから局も番組も、だから下手に逆らったら、だからまあなんていうの、こういうの腫れ物じゃないな、まあ、要はこの逆らったら、ね、どんな目に遭わされるかわからないと、ね、もう二度とそのジャニーズのアイドルの子たちを派遣してもらえなくなっちゃう。だから他の他局と他の番組と、ね、そこで差が出てしまうかもしれない。で数字取れなかったらやっぱ責任取らされるやつも出てくるだろうし、だから局としても番組としても、ね、このテレビや連中、ね、個人としても誰もそこに追及はかけられなかったわけでしょね、テレビや界隈だけじゃなく、ね、新聞も雑誌も、だからマスゴミって言われるだけあって、ね、こういうのも含めてマスゴミだったわけでしょ。だから今更っちゃ今更ですよね、正直。だってそういう界隈のそういうやつらじゃないのって。でそんな中ですよ、ね、であえて注目させてもらったのは、そんな中、まあなんかその暴露じゃないですけども、そのなんていうのかな、この被害を訴え出てくる人が出てきたんですよね、カウアン・オカモトさんっていう、まあ、カタカナで書かれてるんですけども、15歳の僕への性的行為は悪いことだと、元ジャニーズジュニアの男性が、まあ、記者会見を開いて、昨日の日付かなこれ、ジャニー北川さんからの被害を、まあ、証言するっていう、そういう、まあ、行動、それ自体は勇気ある行動だと思いますけども、まあちょっとね、このボリュームが結構なボリュームなんで、まあ全部は細かく見ていけませんけども、まあそういうね、ただまあこれ訴訟じゃないんですよね。ジャニーさんのおかげで人生変わったし、僕のエンターテインメントの世界を育ててくれたと、でも15歳の僕に性的行為を行ったことは悪いことだと思っていると、
12日午前、元ジャニーズジュニアで、歌手のカウアン・オカモトさん、26歳の方が、東京都の日本外国特派員協会で記者会見を開いて、大手芸能プロダクション、ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー喜多川氏、19年亡くなられてますよね、から性的被害を受けたと述べていたと。で、岡本さんは12年から16年、岡本カウアンとしてジャニーズ事務所に所属、CD デビューする前のタレント集団ジャニーズジュニアの一員として活動していたと、当時ね。で、この間北川さんの自宅で合計15から20回ほど、ジャニーさんから性的被害を受けたと説明していたと。でね、この岡本さんは自らが主張する被害について法的な措置は検討してないと、ただ事務所の今のトップらに北川氏の行為について認めてほしいと強調した上で、ジャニーズだけでなく芸能界でそういうことがなくなる方向に行けたらと述べたと。これはどう思います？残念ながら僕は今更無理だなと思いますけどね。言ってることはね、間違ってることは言ってないと思いますけど、もうそういう界隈でそういうやつらの巣窟、多分無理だと思いますね。で、19年亡くなった北川氏が事務所に所属する少年への性的虐待に及んでいたとの疑惑をめぐって、99年、文春も報じていたと。で、今年の3月でしたっけ、 BBC が、なんかドキュメンタリー番組を公開してましたよね。で、日本国内でも日本社会では注目集めましたけど、日本のマスコミね、特にテレビや連中なんか基本取り上げませんでしたよね。で、番組では北川氏から、性加害を受けたと主張する元ジャニーズジュニアの男性ら複数の証言などを収録。一連の取材を担当した記者は、多くの少年が証言している北川氏による性的な搾取は否定できないとした上で、性加害の疑惑を否定できない以上解決が必要で、日本社会で行動を起こすべきと強調。でもそうならなかったわけじゃないですか。ただ記者は、文春が記事を掲載したとき、その反響は予想外薄いものだったと。で、その上でテレビや新聞も、少年たちの証言を無視した、北川氏に疑いの目を向けたくなかったようだと見解を述べたと。でしょうね。で、BBC によると、99年週刊文春の報道をめぐっては、北川氏とジャニーズ事務所が発行元の文藝春秋を名誉毀損で提訴し争っていた。日本メディアの沈黙については岡本さんも記者会見で言及。日本のメディアは残念ながら、北川氏による少年の性的行為の疑惑について報じにくいが、外国メディアなら報じてくれるのではと思い、外国メディア向けに記者会見することにしたと説明。で、その上で自らが入所していた当時について、もしもメディアが北川氏による少年への性的行為の疑惑について取り上げていたら大問題になるはずなので、親も行かせなかった、自身をね、岡本さんも、入所は許可されなかったと思うと話していたと。どうなんでしょうね。当時ね、もうたらればになっちゃうんで分かりませんが、結局ね、冷たい言い方かもしれないし、ね、そういう問題じゃないと、変えなければならないんだと。反日勢との対決っていう意味ではね、ここはもう避けて通れない部分でしょうけれども、ただもうそれこそ NHK の解体じゃないですけどもね、もう芸能界ね、まるっと、ってほぼほぼね、反日勢に、この反日売国勢にこの牛耳られてるわけだからさ、まるっと掃除していかなきゃいけないわけでしょ。でも僕もね、この動画でこの、もうほぼほぼ毎回言ってるけどね、言うのは簡単ですけど、やるのは大変ですよね。で、それは分かってるんですけども、だから残念ながらね、言うのは簡単なんですけど、それを徹底させるとなるとなかなか大変ですよね。だからその掃除されるまではね、この芸能界で何かしらこの仕事するってなったらね、やっぱりそういう業界なんだと承知して、ね、関わっていくしかないんじゃないですか。
で、まあ、岡本さんの記者会見に先立ち、この主張についてジャニーズ事務所に見解を求めたけれども回答はなかったと。そりゃそうでしょうね、回答するわけがないですよ、ね、なんか反日勢なんだからさ、芸能界なんてもろそうでしょ、ね、芸能事務所なんてもうまさにそうじゃないですか。所属してるタレントさんたちはまた別な話で、だからまあまあタレントさんたちもね、そういうやつも当然いますし、だからもう反日ね、反日の巣窟、だからまあ対決してね、撲滅ね、解体し撲滅してね、倒していかなきゃいけないこの存在っていう認識はありますけどもね、これをなんか改めてね、なんかもう健全なって言ったらおかしいですけどね、そういうなんか界隈に、ね、作り変えるってなったら、今の芸能界とかそのテレビや連中、ね、反日クソマスゴミ界隈とかね、全部一切合切をっていうのは多分無理だと思うんですよね。ね、変わるわけないと思うし、まあいずれね、倒して滅ぼしていかなきゃならない輩だとは思いますけれども、だからまあこの彼なんかも、まあ、勇気ある、ね、このこ、告発ではないけど告白か、だったと思いますが、でもこの訴訟沙汰、訴訟は考えていないということでしたよね、どこを目指してるのかなって、なんかこのこれをきっかけになんかこの綺麗に生まれ変わってもらいたいみたいな、自分と同じような目に遭う人が一人でも減ればいいなっていうことを願ってっていうことなのかもしれませんが、現実厳しいんじゃないですかね。こんだけ反日勢がはびこってるね、まあ、総本山とは言いませんが、でも結構大きな反日界隈ですよね、まあそれこそね、今後もなんか芸能界で芸能人としてねやっていくつもりだとすれば、まあ、当然仕事にも支障出るでしょうしね、圧力かけられたり、わかんない、下手したら物理的に葬り去るなんていうね、極端なことで打って出てくるかもしんないし、っていうぐらい、ね、そもそもこの界隈が、ね、腐ってる黒い界隈だと思うんで、まあ、ね、芸能活動を続けられるんでしたら、ね、身の安全に、ね、気をつけていただきたいですよね、まあ僕の中ではね、所詮そういう界隈の、ね、そういう輩たち、そういう巣窟っていう理解ですかね、改めてですけども、だから変わんないんじゃないですかね、変えるなんてこと考えるぐらいだったらもう完全に攻め滅ぼす、ね、淘汰粛清殲滅ですよね、ということで今回は以上されてございました。ではまたごきげんよう。